ミール、タキーミールミール、タキーミールは、インドの詩人。本名は、ムハンマドタキー。ウルデュ文学において、女上詩の巨匠として知られる。アーグラの出身。先祖は、アラビア半島から移住し、祖祖父の時代に、アーグラに定住した。義兄と仲が悪く、自活するため、ムガル帝国の首都デリーへ行くが、生活がうまく行かず、幻覚を見るようになる。ミールは、 幻覚で現れた人物に恋をし、この体験がもとで試作を始めるようになった。ウルドゥーシに熱心だった義理の叔父である、ハーネ・アールズーの影響も受け、ウルドゥーシで名声を得た。有名な文人となった後は、ムガル帝国の交換の庇護を受け、時には戦闘にも参加した。後に、アワド大衆の誘いを受けて、ラックナウへ移住し、そこで晩年を過ごした。 ミールの詩で最も有名なものは、ウルドゥー語のガザルで、特に恋愛詩である。ミールのガザル詩集は六感が残っており、恋の苦しみや悲しみを平易かつ親密な調子で語りかける作風で愛好されている。ガザル以外では、マスナビー形式による恋愛物語も有名である。その他の著作として、ウルドゥー詩人の列伝、ニカートシュアラーや、自伝、 ズイクレミールがあり、いずれもペルシア語で書かれている。ありがとうございます。